皆さん、こんにちは。僕、三角進め隊の三角です。三角くんって呼んでね。今日は皆さんに素敵なお話をお聞かせしましょう。堺市男女共同参画推進委員会では、三国町でボテさんとして働いていた人と、お母さんがボテさんだった人にいろいろな話を聞く機会がありました。皆はそのお話にとっても感動し、形に残して子どもたちに伝えたいと思い、紙芝居を作ったそうです。ところでみんな、ボテさんってなんだろう？聞いたことある？みんなはお魚好きかな？お魚はどこで買うのかな？今は魚屋さんかスーパーで買うと思うけど、20年ほど前までは三国の海で獲れた新鮮なお魚を家まで売りに来てくれた人がいたんだよ。カゴいっぱいのお魚を天秤棒の両端に下げて売りに歩いたので、いつしか棒を手で担ぐ人、ボテさんと呼ばれるようになったんだよ。今日は70歳を過ぎるまでボテさんとして働いた一人のおばさんをみんなに紹介したいと思います。それではお話の始まり始まり。ガッタンコー、ガッタンコー。朝6時過ぎ、福井市の高校に通うさよりさんが、テニスの朝練に出るため、ギリギリに電車に飛び乗って席に着くと、隣はかすりの着物を着た優しそうなおばさんでした。見ると、おばさんの足元には竹かごが2つ置かれていました。何が入っているんだろう。あ、カニだ。そうか、このおばさんは三国から福井までカニを売りに行くのか。今までも時々電車の中で見かけたことがあったけど、いつも大きなカゴを2つ運んで、きっと重たいだろうな。そんなことを考えながら、カゴを見ると、おや？何やらガサゴソ動くものが中にいるようです。なんだろう。おはよう。おはよう。今おしゃべりしたのカニさんなの？そうだよ。おかしいカニってね。僕を電車に乗っけてくれたおばさん、実はとってもよく働くおばさんでね、今はちょっと居眠りしているから、少し電車の中を散歩してみようかな。ダメだよ。歩き回ったりしたらお客さんに踏まれるよ。それじゃあ僕の得意なおしゃべりでおばさんのことを教えようかな。それならいいよ。ねえ、おばさんって
何している人なの？おばさんはね、夕方になると三国港の市場に出かけて、その日取れた新鮮なお魚を仕入れるんだ。イカやタコ、アジ、フクラギ、アマダイ、アマエビなど、近くの海で取れたお魚だから、まだ生きてるのもあるんだよ。季節によって、夏はウニやモズク、冬はズワイガニやセイコガニ、カニは夜の間に茹でておかないといけないから、少し手間がかかるんだ。あち、あちちちち。茹でるのだけは、本当は勘弁してほしいんだけどね。あちちち。この気持ち、わかるかに？三国からの電車が、福井や勝山、昔は大野まで走っていたからね。100人ほどいたボテさんたちは、それぞれお得意さんのところを目指して、朝一番の電車に乗るんだ。つらい仕事だけど、お客さんが喜んでくれるのが何よりの楽しみでね。ここは台所です。柱時計は午前4時を指しています。ボテさんたちの朝はとっても早いよ。おばさんの子供がまだ小さかった頃はね、暗いうちから起き出して朝ごはんの支度をし、お弁当も作ってから朝一番の電車に間に合うように出かけなければならなかったんだ。でも、もっと早いのはお父さんで、漁に出かけるときは朝3時ごろに家を出るんだよ。子供たちが起きる頃にはもうお父さんもお母さんもいないなんていう日が毎日のようだったんだよ。だからお兄ちゃんやお姉ちゃんがご飯をよそって弟や妹の面倒を見たんだ。学校に持っていくものも忘れ物がないように気を配ってね。昔は掃除や洗濯もお姉ちゃんの仕事になってしまって、お姉ちゃんは学校に行きたくても行けない日があったそうだよ。そんな毎日だから、海が荒れた日は子供たちには嬉しかった。お母さんもお父さんも家にいてくれるからね。でもお父さんは漁に出られなくて困っていたけれど、見て見て、この晴れ姿、これがボテさんの魚を売りに出る時の格好です。地下足袋や草履、かすりや刺し子の着物に前掛け、頭には布を頭巾のようにかぶり、魚の入った二つの竹かごを天秤棒の両端に下げています。重さは30キロほどもあったとか。あまりに重たいので目的の駅に着くと、そこからはリヤカーに積み替えて売りに歩くこともあったんだよ。奥さん、魚はいらんけの、取れたてのイカやキス、それに今日はスズキもありますにゃ。お刺身にしてもおいしいにゃざ。買うてちょうだいね。
あらあら、三国のおばさん、ちょうどいいところへ来てくださったわ。うちの家族はみんなお魚が大好きやで、おばさんが来てくれる日は大助かり。そんなら何もらおうかな。なら、スズキを三枚におろしてもらおうか。何度もお得意さんを訪ねる間に、お客さんとだんだん親しくなり、寒い日には火鉢に当たらせてもらったり、お客さんから頼まれごとを引き受けたりすることもあったそうだよ。こうしたボテさんの活躍によってね、県内各地の家庭にも新鮮なお魚が届けられ、それは栄養満点の食事となって健康増進にも役立ったんだ。おばさん、今までのことを振り返ってどう思われますか？ほやの、昔は女の働く場所が今ほど多くなかったし、お父さんだけ漁に出て働くんではなしに、私も一緒に頑張ってこられたんやって。本当によかったわ。お父さんも苦労かけたけど、お前と二人でやってこれたって言ってくれるしの。子供も四人いたけど、上の子は下の子の面倒をよく見てくれての。今では子供たちはみんな結婚して家庭を持って、時々ばあちゃん長生きしてねって言ってくれるんやって。本当に苦労した甲斐があったわ。ほやで今はとっても幸せやわ。さよりはぼてさんの話を聞いて目を輝かせました。そうだ、私も社会に出たら自分に合った仕事を探してみようと。まだ将来何になったらいいかわからないけど、そのうちきっと見つかると思う。このおばさんのようにみんなに喜んでもらえる仕事がいいかな。さよりがおばさんの方を見ると、おばさんはさっきより大きく輝いて見えました。どうやらもうすぐ学校近くの駅に着くようだね。今日はさゆりさんに会えてよかったな。僕はこれからおばさんのカゴに戻って、僕を喜んでくれる人のところに行くことにするよ。さよりさん、元気でね。カニさんこそお元気で。いろいろ教えてくれてありがとう。カニは横歩きでカゴの中に戻りました。ニシュクイー、ニシュクイー。ボテさんが目を覚ましました。さよりも今まで自分がうとうと居眠りしていたことに気づきました。ああ、夢を見ていたのか。それにしてもカニさん、おしゃべりが上手だったな。あ、おばさんも目が覚めたみたい。おばちゃん、おはようございます。はい、おはよう。おや、もう降りるんけの？はい、おばちゃん、これからもお元気でね。優しい子やの、ありがとの。ドアが閉まる合図の笛が鳴り、さよりは慌てて電車から降りました。さよりはすがすがしい気持ちで学校に向かいました。おしまい。
はい。三角くんです。ボテさんのお話、どうだったかな？今ではお魚をスーパーなどで買うことが普通になって、ボテさんをする人はほとんどいなくなってしまいました。福井県では働く女性が多いことは知っているよね。これからは男性も女性も自分にできることを通して社会に参画し、協力し合って生き生きとした社会を作っていけるといいよね。それじゃあ皆さん、またねー。